どうもこんにちは、俊二です。今日はですね、少し前にご紹介しましたこちら 3D ピンアート、ピンが後ろにいっぱい出てて、こう後ろから押すとこうグーッとね出てくるやつ。そう、この動画のね反響が思ってた以上に良かったんで、すみません、またちょっとね調子乗って買っちゃいました。こちらライトアップピンアート、光るピンアートになってます。実はね青色買う前にこっち買うか悩んでたんですよ。ただ値段が高かったんでちょっとね買うのやめてたんですけど、青色がね予想以上に反響良かったんで、こちらの方も買ってみました。光るタイプはねちょっとね見にくいと思うんですよね。多分青色のやつの方が動画としてはねすごい見やすいと思うんですよ。はい、中こちらで、中まだ入ってますね。中にはね前回ご紹介した青色の 3D ピンアートと同じ形なんですけど、これピンのね色が違いますね。これ透明になってます。すごい綺麗ですね。サイズはね前ご紹介したやつよりちょっとちっちゃいな。あ、これちょっとちっちゃいな。まあ、アニアはセットできそうなんで、なんかまたクイズはできそうです。で、ライトが光るね、スタンドになってますね。ここにこうさっきのね、3D ピンアートをセットするっていう形ですかね。はい。では、電池の方入れましょう。底面プラスがあるんで、くるくるっと回して、電池はね、単33本ですね、セットします。電池セットできました。では電源スイッチねこの後ろにあるんでオンにしてみますね。オン。うわー、すごいグリーンに光りましたね。で消えて青色に光って、あ、濃い、これ青色かな。でピンク色、すごいな、赤色で黄色に、でグリーン、元に戻ってきましたかね。色が変わるねペースがねめっちゃ速いどんどん変わっていく。ではちょっとねこう置いて、こちら 3D ピンアートをねセットします。まずなんだろう、僕の手いきましょうか。僕の手ね、はい。おー、すごい、きたきたきた。このちょっとね不気味な感じ。ちょっと待ってください、もう一回よいしょセットして、でこの前に置きます。どうですか？ちょっと分かりにくい。部屋の電気暗くしますね。部屋の電気をね暗くするとこちらとなってます。かっこいいっすね。これすごいすごい。部屋をね真っ暗にするとこうはっきり分かりますね。やっぱりちょっと明かりをつけるとちょっとね分かりにくくなりますね。まあでもまあ全く分からないってことはないけど、分かりにくくなりますね。で暗くするとこちらとなってて、いやめっちゃ綺麗、面白い。でちょっと僕の指ばっかり見ても面白くないと思うんで、アニアとか言っときましょうか。アニアどうですか？これ分かりますか？あ、形結構ねちゃんと出てるんですけどね、これ分かったらすごいな。はい、部屋をちょっと明るくしまして、形こちらです。わかりますかね、この状態で。はい、正解の方はですね、こちらアニア、トリケラトプスです。この電気がない状態だったらちょっとわかりにくいですね。で、部屋暗くしてもちょっとわかりにくかったですかね。これレベル高いな。部屋明るいとはちょっとあんまり面白くないですけど、部屋暗くするとね、すごい綺麗に光って、いや、これ面白い。では前回と同じように、ちょっと問題をね出していきたいと思います。全問正解狙ってちょっと頑張ってみてください。まずは、トミカ3台ほどちょっとやってみますね。ではまずね1台目。はい、こちらの形になります。これ難しい。わかりますか？ここでわかったらほんとすごい。では電気暗くしますね。車両の方ねこうセットした状態にすると影みたいになっちゃうんで、これセットしたやつ抜いちゃいますね、一旦。はい、抜いて光らせるとこちら、おー、綺麗に光ってますね。膨らんでるところ分かりますか？赤色灯の部分がね上のところちょっと、いい感じに形出てます。はい、正解の方はですね、よいしょ、こちらパトカーでした。クラウンパトカー、わかりましたかね。では次2問目いきますね。いきます。あ、これ結構わかりやすいんじゃないですか、これ。うん、これだったら僕わかるかも。トミカの車両で働く車ですね。さあ電気暗くします。綺麗に光ってますね。この荷台の形がくっきり出てるから、これは分かりやすいですね。斜めぐらいから見たら。この辺から見たらめっちゃわかるかも。正解はですね、ダンプカーですね。トミカの方ラスト3台目いきますね。さあ、これ難しいですよ。似た形ありますからね、これ。似た形あるから。これ難しいと思います。あと、ラックのね、形はね、綺麗にね、出てますよね。まあ、ただ、この似た形のね、トラックが何種類かあるんで、まあ、その中で当てるのはちょっと難しいかもしんないですね。何かを運んでるんですけど、美味しい何かを運んでます。何かを運んでるトラックですね。では、正解いきます。正解はですね、よいしょ、ぐるっと回して、山崎パントラックです。これ難しいですよね。佐川急便のトラックも同じような形だから、いや、これはめちゃめちゃ難しかったと思います。ではね、アニアの恐竜シリーズいきますね。8問出します。これ全問正解したら本当にすごいっすよ。何もプレゼントないのが申し訳ないですけど、いきますね。まず1問目。頭のところちょっと飛び出てますね。はい、こちらの形で電気暗くすると、あ、綺麗にね、翼の部分光ってますね。まあ、これはかなり、分かりやすい形になってるかと思います。頭もね、特徴的な形してますしね。正解いきますね。正解はよいしょ、プテラノドンになります。これ分かりましたか？結構簡単でしたよね。これはね、次はね、難しいですよ。いきますね。はい。ググッと押して。もうね、この形結構いてるから、分かりにくいと思います。はい。どうですか？頭のところにね、小さいちょっと突起があるんですよ。前足短いですね。では、電気暗くします。こちら、肉食恐竜ですね。おー、綺麗に形出てる。この後ろ足、ボコって膨らんでてね、なんかがっちりしてるのがもう分かりますね。で、特徴的な頭ですね。角みたいなのがあるんですけど、どうだろう。あ、これはちょっとわかりにくいけど、でもなんかね、この辺ちょっと膨らんでますよね、一箇所。では正解いきますね。正解は、はい、こちらです。カルノタウルスです。これ、めっちゃ難しかったと思いますね。しかもね、ジュラシックワールドサバイバルキャンプのカルノタウルスとかまで行けたら、ほんとすごいっすけどね。さすがにそれは無理でしょ。それではね、3問目いきますね。ググッと押して。はい。どうですか？この恐竜は鎧のような体になってます。では、電気暗くしますね。あ、これはかなり分かりやすいですね。胴体部分もこう、ちょっと段々になってて、なんかこう、突起のようなものがなんかあるのかなっていうね、そんな感じで出てますね。で、尻尾の先端、棍棒のようなやつがついてるんで、ちゃんと膨らんでますね。正解はですね、くるっ、アンキロサウルスでした。結構背中の形が特徴的でしたかね。では次、4問目いきますね。これ、難しいかな。こちらめちゃめちゃ凶暴な恐竜で、ジュラシックワールドに登場します。白色のね、恐竜ですね。これ難しいですね。はい、電気暗くします。あ、綺麗にね、形浮き出てますね。凶暴な肉食恐竜なんですけど、頭ね、かっこいい頭がちょっと分かりにくいんでもったいない。で、前足は割と長めになってますね。正解は、こちらインドミナスレックスです。これ分かった方いますかね？めちゃめちゃ難しかったと思うんですけど、いや、インドミナスレックスかっこいいですね。ちょっとこう、インドラプトルとね、間違える方もいらっしゃったんじゃないかなと。ではね、次いきますね。グググッと押して。あ、これは分かりやすい。いいですね。これ僕の好きな恐竜になります。背中にね、特徴的なこう、穂があるんですけど、分かりますか？頭結構長めですね。では、部屋の電気暗くします。わ、綺麗に僕の好きな恐竜光ってます。穂の部分もね、綺麗な形になっててね。いや、頭の形、この辺のね、形が綺麗に出ててかっこいいです。かなり渋い。正解いきますね。くるっと回して、正解は僕の好きなスピノサウルスでした。この背中のところがね、すごい特徴的な形してるから、わかりやすかったですね、これは。それでは次の問題いきます。ググッと押して。あ、これ綺麗に結構形浮き出てきましたね。特徴的な形結構出てますよね、背中のこの板の部分ね。あ、電気暗くしますね。ライトを当てるとこちらですね。特徴的な背中の板のところ、わかりますかね。綺麗に段々になってて。いや、これはすごいかっこいいな。はい、正解の方はですね、こちらです。くるっ。ステゴサウルスです。これは綺麗にこの背中の板の部分ね、出てましたね。わかりやすかったと思います。残り2問、難しいと思います。はい、こちら。ちょっとね、長さ足りなかった。尻尾出ちゃってる。これもヒントということで。はい、これ難しいですよ。頭がね、長いですね。アニヤで売ってる、恐竜です。部屋暗くしますね。頭がね、長いですね。で、胴体も大きくて、サイズ的にね、他の恐竜よりもかなりなんか大きく見えますね。では、正解いきますね。正解は、こちら、バリオニクスです。尻尾出てる。これなかなか正解できる人は少なかったんじゃないですか？では、最後の問題です。こちらです。これね、形綺麗に出てるけど、通常のアニヤでは売ってないんですよね。アニヤはアニヤなんですけど、そうなんですよ。ちょっと難しいかもしれません。まあでもこうね、有名な恐竜ですね。そう、かぎ爪があるね、恐竜になります。はい、部屋をね、暗くするとこちらですね。なんだろう、すごい躍動感のあるポーズになってて、かっこいいかっこいい。これね、グリーンカラーの通常版があるんですけど、まあ、これは赤色バージョンのやつですね。正解はですね、こちら、ベロキラプトルです。これも結構難しかったんじゃないですか。グリーンのね、通常版じゃなかったんでね、ちょっと難しかったと思います。いや、これ多分今回難しかったと思うんで、多分全問正解はないと思うんですけど、全問正解した人がね、いるかもしれないんで、最後にもう一問ちょっと出したいと思います。これはね、恐竜とかではないです。アニヤですね。アニヤでいてる、そう、恐竜ではない。この形でわかる人いますかね。これめちゃめちゃ難しいです。これ分かったら本当にすごいな。はい、なんかね、棒みたいなの持ってますね、こちら。わー、綺麗に光ってる、光ってる。いや、形的にはこれが一番面白いかも。正解はですね、こちら、サーベルタイガーと一緒に入ってた、ネアンデルタール人です。いや、これ分かったら本当にすごいと思います。3D ピンアート面白いですよね。これちょっと V サインで最後ね。はい、V サイン。すごい、これ大きいの欲しいな。めっちゃ形すごくないですか？これ綺麗に浮き出てますよ。で、光るね、台座の前にセットすると、こちらとなってますね。かっこいい。もうちょっと大きなサイズが欲しいですね。はい、今回は、Amazon で購入しました発光するピンアート、ライトアップピンアートをご紹介しました。そう、前回ね、ご紹介したこの青色のピンアートのやつより、ちょっとサイズがね、ちっちゃくなってたのが少し残念でしたね。同じぐらいのサイズだったらよかったんですけどね、ちょっとちっちゃめですね。ライトの方はね、いろんな色がこうね、発光していくんですごい綺麗なんですけど、こう自分の好きな色、まあ、この色にしたいなって思ったらその色で固定できたらいいんですけど、それができないのがちょっと残念ですね。部屋を暗くするとね、本当に綺麗にね、光るんで、また、気になった方はぜひね、チェックしてもらえたらなと思います。ちなみにお値段の方はですね、2399円でした。またね、概要欄の方にね、リンクの方、貼っときますんで、よかったら参考にしてもらえたらなって思います。で、多分今回は、全問正解多分ないと思うんですけど、全問正解された方もしいらっしゃいましたら、本当におめでとうございます。そう、今日ので全問正解された方は間違いなくアニヤマスターですね。そう、特にこれといったプレゼントがなくて、本当にすみません。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録に、登録ボタンの横にあるベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。